シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は4月ドラマ第9弾について語っていきたいと思いますが、どうしていただけるんですか？はい、まずは月曜日、元カレの遺言。もう元カレの遺言状、はい、いよいよなんか最終章で面白くなりましたね、はい、しかもまさかあの玲子ちゃんがあの篠田さんを警察に突き出すとは。そうですね、うん、いやあのね、豪華な食事食わせてたから絶対これ突き出すんだろうさすが。考えてみたら予告編でもやってたしね、うんうん、あのこうね、面会してるシーンがね一瞬出てましたからね。だからまああの最後の最後になってまたなんかクライマックスな感じがして面白いですよね、うん、あれなんかフレンチも豪華でしたね、ちょっとね、豪華でしたね。しかもなんか貸し切りだったよね。そうそうそう、うん、しかも一番高いワイン持ってきてって言ったでしょ、うん、100万ぐらいするんじゃないの。100万じゃ効かない可能性ありますよね。あ、ま、でも白だったよね、うん、白だから あの両方、あ両方白も赤も乗ってました。私もそれはね見たんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ200万、300万ぐらい、ずっと白のはずねえなと思って。しかもあんないいレストランだったらさ、うん、まあ1本100万200万あるよね。だってロマネコンティとか出てきた日にはね、年数にもよるけどね。そうです、うん、大変なこと。 あれはいくらなんだろう。シャトー・デュ・ケムとか出てきた日に、ね、まあ、もしくは剣持麗子は先に私がこの最高のワイン持ってきてって時には3万円ぐらいのしといてって言ったかもしれないけどね。もう麗子さんお金に厳しいから。でもちょっとあの料理をね、うん、普通だったらほら、今日はこれがこれでってこう説明するじゃないですか、うんうん、あれやってたら多分尺食いすぎてダメなんでしょうね、うん、きっとね。あとやっぱりデザートも食べさせてあげたかったよな、デセールも、ね、なんでデセールを食べさせてあげないんだろうっていう、うん、僕それがね心残り、うん、デセールとコーヒーは竹内さんだったらデザートまだ食べてないって、あの手錠はいいからこのまま食べさせてって言うと思うよ。刑事が必ず言うんだよ、人生はそんな甘いもんじゃない。いや、デザートは甘いのにみたいな。なんか食いしん坊にとってはちょっと気になるよね。デセールは食べさせてあげてよって言いたかったね。レイコなんかパクパク食ってましたからね、うん、レイコだけ。そうずるいよね、なんでさあんだけうまいもん食わさせておいてさ、デセまあデセールはともかくコーヒーは飲ませてほしかったよね、うんですね、うん、なんか普通の皆さんと違うところに引っかかってますね。まあだけどいよいよ何あと1回か2回でしょ、これも1回かな、とりあえず次が9話なんで、うん、9話で終わりなのかな、10話までいくのか、10やりそうですけどね、うん、どう、なんかあと1回で終わりそうな感じがちょっとないぐらいですよね、うん、でも意外と急展開で終わるんじゃないかもね。だって今回も前のサスペンスのとこでは事件はちょっとどうでもいい感じで終わってましたよね。気になるのはさ、うん、彼ものすごいミステリー詳しいじゃない、うん、でもさミステリー研究会にいた人じゃないのよ、うん、なんでこんなミステリー詳しいの。作家志望だった、まあ事実だって言ってる、うん、作家志望にしても、うん、まあいいや、それはきっと種が明かされない、うん、でも大体あのベーコがまあ、あのシーンシーンをね、うん、あの記憶してる感じですね。いや名探偵はどっちかって言えば剣持麗子、麗子ちゃんですよね、うん、はい、なんかでも最初にあんな描写なかったような気がしたんだけど。どんな描写だからあのほらシーンシーンを思い出す、はいはいはい、あったっけ。いやー最初はなかったような気がします。最初あんなにこう、ね、でも途中からはあれ出てきてますよね。途中からいつから。いやそれは覚えてないなうん、俺も正直言ってねちょっとまあ軽く見てますもん。そうだよね、うん、途中一回離脱しなかった。離脱しかけて、あシネマサロンがあるからやっぱ見とこうと思って二人とも強制なんかこれやっぱ結構強制力があるよね、うん、でも僕はすごい面白く見ましたよこのシリーズ、うん、多分だからその要は篠田の正体に入る前の、うん、あのミステリー部分がちょっとこう、うん、うんって思っちゃう人は離脱しちゃうんじゃないですか。だけどさそのテレビドラマに何を求めるのかも人によって違うじゃないですか。あんまりこうさ、うん、な僕結構最近映画とかドラマのプレッシャーになんか耐えかねられない時があって、うん、まあ、この間のだからルーロン好きなんかもちょっとあのプレッシャーに耐えかねられなかったんだけど、はい、このぐらいのドラマの方が聞きやすく見られてる、うん、なんかあんまりテレビドラマをお茶の間でお茶の間ってこともないんだけどうちで見ててさ、うん、あんまりプレッシャーがかかるドラマはさ、うん、ちょっとなんか見るのやめたくなっちゃう。ただやっぱりミステリーという流れがすごくよくできてて、うんうん、
まあ、濃密なとこもあったじゃないですか、うん、だから視聴率的にはやっぱり比較すると落ちてるわけですよ、うんうん、やっぱりちょっと比較してね、うん、ちょっとこれはそうでもないなと思われた方も多いような、いや多いでしょう ね、 それはね、だからそれはテレビドラマに何を求めるの、うん、同じ話させるんですか、いやいやいや濃密さを求める方もまあ当然いらっしゃる、あとほらそのタームの一番よくできたドラマを見たいっていう人は最初の何回か見て離脱していくのは当然ですよ、ね、しかも毎日ドラマ見たら大変ですよ、まあ、いくら再放送とか録画してても、そうですね、うん、とりあえず元カレの遺言状はね最後どうなるかが、うん、僕は結構このぐらいのドラマがテレビドラマで見てるにはちょうどいいかなと、篠田は俺はやってないって言うから玲子ちゃんがその無実を晴らすってことで終わりなんですかね、多分そうでしょうね、うん、あとそれに生田斗真君とかが どう絡むかですかね、うんうんうん、奇妙な遺言状の謎が、あともう一つ訴求力があるとすると、うん、剣持麗子は本当に、筒井先生の事務所に戻んのかってことですね、うん、戻んないんじゃない、一応約束したじゃん、いやそれはほらまた何か理由つけて、で戻んないっていう予想ね戻んないっていう予想、なるほど、いいですいいです、受けたまっときましょう、はい、うん、で戻るっていう予想ですか、いや全然予想なんかありません、いや予想してくださいよ、なんで僕予想しなきゃいけないんですか、ずるいな、ずるい人ずるい呼ばわり、ずるいじゃんだってじゃんですか、しかも、はい、他は恋なんて本気でいやもう全部脱落しました、あ脱落したんですね、はい、じゃあ火曜日、火曜日、火曜日も持続可能な恋ですか、父と娘の結婚行進曲、はい、これも佳境で終わりなんですね、そうですね、もう磯村君は脱落したのかと思ったらまたブーメランのように戻ってくるのがすごいなと、よっぽど好きなんだねと思ってさ、京子ちゃんの京子ちゃん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 のことよっぽど好きなんだな、しかもなんかどっちかっていうと松重さんよりも伊賀遥さん演じるなんだっけ先生の方がね、松重さんに恋しちゃったみたいな、胸がっていうのは結構綺麗な方ね、結構おかしかった、なんでこれも終盤に入ってまあもうあのカップル2つは成立するんだろうけど、どういう風に成立させるのかちょっと楽しみです、まあ、これもだからテレビドラマとして見てるならこのぐらいのドラマの方が、胸に悪くなくて、ほんわか見れて、あしかもなんかほら我々の地続きのリアルに近いから、まあ、もちろんカリカチュアとかはあるけど、だからまあ楽しく見てられました、これも良かったです、うんうん、私は正直不動産、これはあと何回なの、もう終わりなの、あと1回ぐらいじゃないですかね、山下くんの上司のね、うん、あ上司というか社長の草刈正雄さんと、うん、ライバル会社の不動産会社高橋克典さんのこの社長同士の因縁が、うん、ライバル会社は高橋克典さんなんだ、そうそうそう、そうだ、これがあの因縁があって、その因縁がなぜかっていうのが明かされてましたから、うん、僕もほら第1回しか見てないから、はい、しかも、うん、今回正直不動産に元彼の遺言状の、うん、あの大会社の社長が出てました、うん、元から日本の大会社の社長って誰、はい、あの敷地所有してあの腕時計やホームレスにあげちゃった、ああ彼ね、はい、あのテレビ朝日の刑事ドラマの常連の、はい、ああどころかミステリーという流れにも出てましたよね、はい、で今回はあの富士山が 見える眺望のマンションをご要望されてて、何、うん、だっけ、はい、役者の人に話しちゃった、ちょっと出てこない、ちょっと出てこない、はい、あここでも出てるって思って、まあで多分この2人の因縁と、うん、まあ、あの山下君の最後の去就がね、うん、どうなるのかがちょっと楽しみかな、まあ、これぶつかってなければね正直不動産見せてもよかったんだけどね、はい、っていう感じでした、あともしくはこれが民放だったら TVer でね、ああそういうことです、ね、なんか NHK の、 あのプラスに登録するっていうのがなんかちょっとまたちょっと面倒くさいですね、手間が、うん、手間っつうかなんかその登録っていうのがね僕基本的にほらネット上で買い物しない人なんで、なんでちょっと登録して名前をそこに置くっていうのがちょっとな、水曜日、水曜日は僕はあの唯一の、今 7日間ある1週間のうち唯一佐藤さんから解放される日ですだけどその代わりシネマサロンの準備で結構忙しいんだけど、なるほどね、いろいろほらあの課題をもらうからさ、はいはい、あの準備しないと怖くて怖くて私はソロ活ロスでちょっと
間違えて、しかも自分で先週ここで喋っててさ、ね、あの T さんに最終回ですねって言われたのに、あ、最終回って言ったのに全然覚えてなかったもんね。見ようとしちゃったんですよ。いや、見ようとした上に調べたっつうんだ。そうそう、普通見ようと思ってなかったら、あ、そういえば収録で最終回って言ってたな。全然、もうなんかね、あの今週だけ飛んでるのかと思っちゃった。頭が飛んでたんですね。そうそうそう、そういうことです、はい、見ないと飛ぶぞって言われちゃう。いや、もうとっとと次の曜日とっととね、はいはい、木曜日で、木曜日、木曜日は未来への転換路で、これ毎週見てんのに、はい、どうもこの収録終わって酔っ払って帰ると、はい、どうも 見逃すんですよね。で、先週やっぱり未来への転換路と見逃しちゃって、はい、7話を見逃しちゃって、それで結構なんかプレッシャーが強い回だったんで、うん、ちょっと見るの嫌だなと思って昨日見たんですけど、すんごい面白かった。すんごい面白かった。なんかちょっと悔しいね、そう言われる。いや、すんごい面白かった。脱落した身としてはご覧になってないんでしたっけ。え、もう脱落してる。そうだったんだ、ね、しかもさ、ちょっと僕下せないのはこれ先週もね、僕は結局だからこれ10回やるのか9回やるのか未だによく分かってないんですし、はい、か今日さ、その予告編で拡大スペシャル、最終章拡大スペシャルっていう銘を打ってるんですよ、うん、で今日じゃあ2時間なのかなと思って テレビ欄見たら、うん、はい、普通になんか9時から放送まで、まあ、5分か6分伸びてるかもしれないけど、じゃあそれが拡大、いやでもずっと伸びてるんだよ今までも。だからこの拡大スペシャルって一体何、最終章拡大スペシャルってなってるよね、うん、これど結局何、これ9回で終わるの。だから本当にもう最近ドラマさ、ケツいつ終わるか僕には全然わかんないから、すみません、あの未来への転換風でお叱りを。あれはでも叱ってる方が悪いんじゃないの。俺別に言い切ってもないし踊らされてもない。ただね、僕の剛性が強くて T さんが正解を言わないまま終わっちゃっただけです。しかも私もよくわからなくて、いや、しかも僕も全然わかってないから、うん、言い切ってもないし踊らされてもないからね。な、あのなんかほら視聴率が悪くて、あの切られちゃったみたいなのが週刊誌でした、出たのって。なんか知らん、僕はネットで見たからね。ネットニュースか、うんうん、いやだからネットによればって先週も言いましたけど、うん、それは僕には分かんないから、僕は別に言い切ってもないし、うん、踊らされてもないけど、うん、でも結局だから9回なのか10回なのか僕にはよく分からないし、うん、なんか公式が全部出してないですもんね。っていうか今テレビドラマってさ、いつ終わるのか出してる番組ってほぼないよ。そうなんですよね、うん、だから僕らはいつ終わるのか全然分かんないんだよね、うん、予想してる人がいるぐらいで、うん、うんうん、なんで、で、しかもだから、9回で終わるんだと来週終わりになっちゃうんだよね。あ、来週、そうだね、今日やって来週終わりになるんだけど、2回で終わるのかね、これ。うん、まあ今日が第8話だよね。そうです、そうです、今日8、うん、またこれがね、結構面白そうなのよ。じゃあ、見てる人はいつ終わるかがわからないってこと。それはどのドラマもね。うん、そうなんです、ね、でもちろんさ、7月から新ドラマが始まるし、その何、スペシャル番組、特別番組2時間とか3時間とか4時間とかもやるじゃない、うん、なんか番組対抗なんとかとかさ、だからまあそのあたりで終わるんだろうなとは思ってるけど、うん、そのテレビ局によっていくつ挟むのかもわかんないし、ちょっとだから全然わかんないよね、うん、それはね。それでね、多分だから今日木曜日だから今日の夜に第8話やるんだけど、うん、結構ね、その予告編が面白かったのよ、うん、ね、うん、予告編は言っちゃってもいいんだよね、別に予告編ないじゃん、うん、もうあの「啓太の父親になってくれませんか?」って言うんだよね。言うんですよね。言うんだと思って、言ってましたよね。言ってた。あとその虹郎君がさ、かつてのね、あのあれ木村拓哉さんの役名は何つったっけ、桐沢先生桐沢コーチと同じ運命をたどり始めてる、うん、これがまたどういうふうに決着するのかな、うん、だからすごい、あとだからなんだっけ、対抗するメイ君じゃなくてどこだっけ、メイ君がドカベンだったライバル校名だっけ、共鳴、共鳴か、共鳴とだからまあインターハイでまたぶつかるんだろうけど、そこまでやるのかどうかね、やるんでしょうね。でも、まあ、やんないと意味がないよね。あと2話はやるんじゃないですか。あとだから本当にその満島さんが演じているなんだっけ役名と結ばれた時に校長先生がどういう顔するのかちょっと見てみたいなっていう、そこまでやるのか、あ、うん、校長先生やっぱ今でもさ旦那がいるのに桐沢が好きなんだよね。あ、そういうことなんですかね。だってそうじゃん、どう見てもそうですね。え、何言ってんの
それ普通女子目線でしょ。なんかシリアスではない。 T さんって僕よりもずっと男っぽいんだよな。僕が T さんよりもガーリーなのかもしれない。ガーリーですね。ガーリーなのかバーリーなのかよくわかんないけど。バーリーか、バーリー面白いでしょ。バーリーバーリーなんだよ、ね、おばさん自体、うん、そうそうそう、よく男おばさんって言われるしな僕だったね、うん、なんでやっぱりさ、うん、校長先生は今でもキリサが好きなんだよずっと、うん、だからって意地悪すんだよ。なるほどね、意地悪なのかちょっかいかけてるのか、まあ、思いはありますね。思いは絶対あるわけよ、うん、子供みたいですね。いやでもあんたさどの口がいいのって話だよそんなの。いや僕もよくね精神年齢むっちゃとか言うけどあんたいくつなのよ本当に。内田駅さんも綺麗ですよね。内田駅さん綺麗だなと思って。内田駅綺麗だよね、うん、だって52とかだよね、もうね、48ぐらい、うんうん、あ48ぐらいかな、46ぐらい。いやもう全然綺麗だよ、うん、美しいよね。ちなみにちょっと戻りますけど、はい、視聴率が悪いからといって、うん、打ち切るのも結構大変だしなかなかないと思うんですけど。いやそんなことはないと思うよ。そうだってほら10話とかにわたって9話とか10話とかにわたって撮ってると、うん、最初に脚本が出てくるのは多分3回分とかだと思うんだよね、うん、で撮り始めるじゃない、うん、だから後半詰めてったり、うん、あとほら事件を起こすと人とかもいて、うん、でもちろんそれはものによって前のシーズンであったミステリーという中ではかなり撮ってるのが早かったから、うん、だから最近はコロナになった時誰かね、はいはい、コロナになった時に出られなくなっちゃう可能性が中断するじゃない、うん、だからそれもあるんでちょっと各ドラマによってはその撮ってる状況が全然違うみたいだけど、うん、割と押し押しで撮ってるやつは途中で結構変えられたりもするみたいで、うんうん、でもちなみにですね、はい、この、未来への10カウント、まあ、いわゆる一桁2回だったけどその後、戻ったんだよ。盛り返してる、ね、盛り返したの。今 10.4 とか 11.4 とかぐらいになっていて、さすがに盛り返すのはすごいよね。うん、うん、まあ、いうことで未来への10カウントも中盤になってものすごく面白くなって、はい、まあ、満島ひかりさん演じる先生と折原先生、折原先生か、折原先生と木村拓哉演じる、なんだっけ、桐原、桐原先生の、うん、桐沢先生の、うん、決着、うん、がどうなるかっていうのと、ボクシング部はインターハイに出られるのかっていう、うん、この訴求力が結構最終盤、あとその拡大スペシャルと銘打ってる拡大の意味が一体何なのかっていうのがよく分かんないので、これはだからどうなってるのかな、ちょっとよく分かりません、うん、いうことでちょっと今後も楽しみ、今日も必ず忘れないように見ないと、はい、で金曜日ですか。あ、木曜日は何もご覧になってないんですね、はい、見て、はい、金曜日は僕はインビジブルがまだ続いてますね、はい、インビジブルも最終盤になってきて、だけどまあそんなに変わってないからこれは、うん、なるほど、うん、でも楽しく、いや面白いですよ、なかなか、うん、あと最終決着をどういう形で決着させるのか、うん、何が決着なのかがちょっと読みにくいので、うん、このドラマの最終盤の最後の決着っていうのがどうなってんのかっていうのがちょっとわからない、うん、どういうふうに決着つけるんでしょうね、見てないんだ、これ見てないんですよ、みんな降りちゃったのね、はい、うん、はい、じゃあ次は土曜日、パンドラの果実はこれ最初だからそういう IT 系の最先端の犯罪を描くのかと思いきや、はいはいはい、なんかすごい情緒的なロマンティックな、しかもスーパーナチュラルなやつが多くてですね、そっちなのっていう結構意外性でスーパーナチュラルになるんだ、なるのよ、すごいね、すごいびっくりしちゃった、もう、ギャップはあるんだけど、ギャップ萌えはしないんだけどね、すんごいギャップなのよ。それでもディーン・フジオカさんと岸井ゆきのさんがそれ解決していくわけ。ディーンさんは情緒的な方をスーパーナチュラルなものを受け入れたい人なのよ、うんうん、で博士は否定したい人なのね。でこの二人のせめぎ合いがやっぱりこうドラマを引っ張ってていて、しかもディーンさん演じる警視正はですね、そのかつて亡くなった奥さんの思いがものすごく強くてね、うん、でその最先端の科学に希望をね強く持ってるわけ、うんうん、それがあのドラマの根幹にあって、うん、だからその情緒的なものも彼は受け入れたい人なんだ、うんうん、でなんと先日はお化けだよ、だってもうびっくりしちゃう。それお化けを科学的に解析するってこと？そう、だけどその一方でお化けが出るのよ、うん、これに、ね、リアルに出てきちゃうんだ、普通にね、うんうん、
それは実はお化けじゃなかったとはならないわけ。お化けじゃなかったっていう解明をしてるんだけど、うん、お化けなのよ。言われてもなんかにわかには理解できないですね。いやね、この展開がね、ちょっとやっぱり面白い。だってパンドラの果実、科学犯罪捜査ファイルって言ってると、うん、なんかいろんな科学を、うん、科学的なね、はいはい、最先端の技術とか、はいはいはい、AI とか、最初の方そうでしたもんね。いや、そうでもなかったよ。そう、うん、だけどだんだんどんどん、うん、その情緒的ロマンティックな、うん、スーパーナチュラル的なものに寄ってきてるのよ。なるほど。これがね、結構ギャップがあって、うん、まあ面白いっちゃ面白い、うん、このまま気楽には見れるよね。だから、うん、だから俺の可愛いよ、もうすぐ消費期限、付き合う前に実家に行くっていうすごい展開があって付き合う前に、まあ付き合った瞬間にというのか、うん、付き合い勝手みたいな、うん、いきなり実家に行くってすごいよね結構面白いです。やっぱ山田涼介君と吉根京子ちゃん、吉根京子ちゃんのやっぱ取り合わせがなかなかいいです。え、これ T さんご覧になってるんですか？見てます。これ結構好きですね。へえー、そうなんだ、はい、これはもう次は最終回ぐらい、うん、そうですかね。今日は違う、次8話、ね、これ今上に載ってんのがさ、あの妖怪シェアハウスじゃないですか。妖怪シェアハウス、ほら映画化して公開に向けて今あの放映してるでしょ。はいはい、はい、だからこれ多分同じ順に終わるのかな。ああ、そうなんですかね。まあそうでしょうね、うん、いやでもどっちか早く新番組になる可能性もあるかもしれない。でも映画版がある妖怪シェアハウスは映画版の前に当然終わっちゃわないとじゃない。どうなんだろう、あれ公開いつだっけ、妖怪シェアハウスって。前に終わるんだろうね、やっぱりと思いますけどね、はい、妖怪シェアハウスはシーズン1は何話か見たけど、シーズン2は1話も見てないですね。でもなんかあの俺の可愛いはもうすぐ消費期限見るんで、うん、なんかいつも終わりっぱただけ見るんだけど、6月17公開。17ったらだってもう再来週だもんね、うん、そうですね。だからこれが来週終わってでやるのかな、来週、うんうん、ちょっとよくわかんないけど、それともこれ2日目に被るのかな、公開2日目に最終回が。それの方がいいんですかね。それの方がいいんだよね、きっと。ですかね。まあ、ちょっとあの妖怪シェアハウスは見てないんですけど、うん、その宣伝とどう絡めるのかにはちょっと面白い、注目したいよね、うんうん、あとどのぐらい当たるのか、うん、妖怪シェアハウスってどのぐらい来るの。だから当たったからやるっていうんじゃなくて、最初からもう決めてやるパターンの。しかもほら11時のドラマって、うんうん、今までさ、このテレビ朝日とかでもあんまなかったんじゃないかと、うん、そんなこともないか、テレビ朝日はやるのか、こういうこと。まあ、最近テレ東さんはね、よく深夜ドラマの映画とかやるじゃないですか、はい、だから割と最近その今までそれまではさ、ゴールデンタイムの、あ、そうでもないか、うん、我々も木更津キャッツアイとかやってたしな、うん、だから何とも言えないのか、うんうん、これ結構面白いよね、こういう展開は、はい、あとどのぐらいそのテレビ放映やってるドラマだからって言って、最近はその視聴率がいいから映画化するんじゃないじゃない、はいはい、だから逆にどのぐらい興行収入稼ぐのか読みにくいですよね。 ね、それをだから予想するのはちょっと面白いですよね、うん、で私は17歳の帝国を見ておりまして、うん、次が最終回なので、うん、まあ皆さんが本当にすごいキャスト陣の演技見てるだけで楽しいんですけど、あ、そうだよね、まあその AI のね実験都市が最後どうなるのかが、ねえねえ、俺ちょっとびっくりびっくりっていうか、俺だけ俺またバカだなと思った、注意力が足りないなと思った。あの主人公のマッキー・アラン君がね、うん、あの幼馴染の女の子が死んじゃったのを、うんうん、AI で再生してるわけですよ、うんうん、その再生してる女の子と話してるところを、うん、山田杏奈ちゃん演じるサチが見て気持ち悪いとかって言って出たのに、うん、その出てきた女の子が山田杏奈ちゃんなんです。なるほど。だから最初見えないわけよ、そういう風に。あの一人で喋ってるよ、ね。そう、だから目つぶってたりするから、うん、そしたらちゃんと喋り始めたら、あ、いや、これ山田杏奈がやってるって思った瞬間にちょっとびっくりして、うん、ちょっと面白かったです。それで自分がどこがバカだったの？だから山田杏奈って気づかなかったから。それは普通の人は気づくの？気づいてる人がいたのかなと思って。最初の頃から、最初の頃から山田杏奈だと気づいて見てる人はいたんじゃないか。いたんじゃないか。でも自分は5回ぐらい遅れてそれに気づいたと。そうですね。5回はちょっとですけど、2回ぐらい遅れてね。で、来週の予告で、うん、あ、はっきり分かったんで、うん、あ、そういうことか。それ面白いね。それはどういう設定なんでそうなるのかがね、ちょっと、うん、
すごい面白いなと。まあその辺が全部多分来週ね最終回なので時を重ねて。最近 NHK ってさ、うん、年末にさ、うん、一挙に一気見やったりするんだよ、ね。うん、あ、そうですね。これやったらちょっと見ようかな、年末に。これキャスト陣豪華だし、うん、まあお金がやっぱかかってるんですよね。それはそうでしょう。これキャストすごいもんね。うん、そう、そうなんですよ。本当にすごいキャストだよね。そうなんですよ。で皆さんなかなかね素晴らしいので。うん、やって最終回は本当にますます楽しみだな。しかし山田杏奈ちゃんはすごいね、今だからゴールデンタイムに2本出てるわけだね。そういうことですね。望月歩美くんもゴールデンタイムに2本出てるんだね今ね。そうなんだ、うん、っていう感じで来週がちょっと楽しみです、うん、はい、はい、じゃあ日曜日、日曜日は鎌倉殿の13人は別撮りで月頭だから、はい、今日もう一本収録しますね、はい、これね、はい。そしていよいよ超クライマックス、マイファミリーはやっぱ面白いね、はい、やっぱりコンターン一番面白かったのはマイファミリーだね。そうですね、うん、やっぱり最後の最後までまだ謎が解けてない、ね、しかも真犯人誰なんだ。そうだから浜田岳は犯人ではあったんだけど、うん、全部やってたわけじゃないですからね、うん、最初の最初の事件はそもそもね、うん、絶対犯人じゃないから、うん、そうやってやらされてたんだっていうとこまでですもんね、うん、しかも鳴沢さんがさ、うん、捕まっちゃったでしょ、うん、そうそう、あの後どういう風になるんだろう、なるんだろうね、うん、俺ちょっと今週分かんなかったのは、うん、高橋メアリージュンさんの立脇がいろいろ調べて、うん、あ、こう分かりましたっていうのを、うん、なんで鳴沢に行かなかったの、鳴沢が犯人だと思ったから、思ったのか、やっぱり、うん、だから来週謝るじゃん、うん、そっか、うん、謝ってたか、謝ってたじゃん、予告編で、うん、謝る前に問いたださなかったのかな。いや、だから絶対犯人だと思っちゃった。そうなんだよね、うん、っていうことはやっぱりその最終的な仕掛けの落としどころがどうなるのかが、なんかこうなるとさ、各県と演じている身は、うん、犯人っていうのもありなのかなって思い始めちゃって、うん、それは自分が犯人説をまぶすために娘も誘拐させたってこと、うんうん、偽装工作、うん、で絶対にほら、うん、あの娘は死なないの分かってるじゃん、うん、だからもちろんトラウマ的なね障害は残るにしても、それをやるぐらいのやっぱり瀬戸際に追い込まれたっていうことなんじゃないかな。でももう一つほら、その浜田岳の娘誘拐のだから各検討じゃないか、その時点でなんかもうあるってことか、うん、いやてか各検討が真犯人なんじゃないかなと、うん、だって他にいないじゃん、潰していくとね、誰がこれ警察関係者にもいない、いやいる、逆に、うん、草壁さん、迫田さん、いやまあいや最後犯人迫田さん演じる草壁でしたって、みんなはあ、あ、そうだったんだあ、全然こう感動もショックもないよね、そうだねってなるよね。ああ他にじゃあ誰が犯人、あとあるとしたら葛城とかも絶対ないよね。葛城って誰だっけ、玉木さんの刑事、いやこれ犯人にしちゃうとちょっとズルだと思うそうだよね、うん、じゃあ富澤さんもない、それはちょっとある、うん、あるけど、でもこの人犯人にしても、うん、っていう感じで、やっぱり警察関係者犯人説になっちゃうと、うん、ってなるか、うん、だって別にそれってどうでもよくないっていう感じじゃないか。そうなって潰していくと、もう確かに各検討さんの身はしかいないね、うん、そうなんだよな。あとやっぱりネット上で結構盛り上がってるのは、うん、この鈴間彩を演じてる藤間壮子さん、はいはい、この俳優何者っていうのがね、うん、今結構話題になってるんだけど、うん、なんと、はい、三代目藤間紫だったんですよ。あ、そうなんだ、びっくり、これは驚きましたよ。え、今までそんなに出てらっしゃらない、だってこの人もともとだからそのいわゆるそういう俳優じゃないからね、離縁系ってことですか。いや、離縁、離縁って何ですか。いやいや、義援って何ですか。リあ、リエン、うん、だから藤間流だからリエンじゃないよね。リエンではない、ね、うん、踊りだからね。そっか、うん、なんかすごい創生の天才と言われてるらしくて、で多分だからドラマとかにも出始めたんじゃないかな。だからこの人藤間壮子っていうのは俳優名だけど、うん、そのいわゆる踊りのお名前は三代目藤間紫なんですよね。あ、そうなんだ、うん、で藤間紫さんもいろんなドラマとか映画とかにお出になられたんで、多分だからそういう映画やドラマに出たりすることに対するなんかその拒否反応とかっていうのは多分ない
家系なんでしょう。これちなみに藤間佐和子さん、あ、佐和子さん、はい、失礼しました、失礼しました。でレプロさんに所属されてるので、うん、まあ今後はいろんなものに多分で、これしかも、ね、その今ネット上で注目されてるってことは、うん、映画関係者やドラマ関係者はみんな見てて、うん、しかもこれ結構キーパーソンの役だったじゃないですか、うん、あの第何話かはね、うん、だからこれはあ、これ今度あのぜひ出てもらおうと思ってる映画関係者、うん、ドラマ関係者多いんじゃないかな。しかも今回メガネかけて出てるけど、メガネ取ると結構綺麗で、なんかモデルかなんかもやってんだよ、どっかのね。なんか雰囲気だいぶ変わりますね。うん、だいぶ変わる。日本舞踊ってことですね。そうです、そうです、一部、うん、藤間流の日本舞踊の名取ですね。で、三代目藤間紫、これ結構意外だよね、うん、ちょっとびっくりしました僕は調べて、うん、いや意外なとこか、意外な人材が出てくるのは面白いですね。ちなみにじゃあ、うん、ワトソンさんは犯人説は未まと、うん、いうことですね。いやいやいや、言ってないから、断言してないから、断言はしてないけど一番怪しいとっていうか、この中でしていくと消去法でいくともう各県としかいないんじゃない、うん、で警察関係者だったらええー、ってなっちゃうだろうと。いや、でも納得のいくオチがあるかもしれないですよ。うん、ないと思うな。いや、納得はみんなすると思うんだけど、別にドラマ、今までドラマ見てた会話少ないじゃん。なるほど。で、だから阿久津、松本幸四郎さん演じる阿久津犯人説っていうのも、うん、娘が誘拐されても結構根深く残ってたんだけど、うん、死んじゃったかな。いや、死んではないんだよ。まあそうだ、うん、ベッドになんか、うんうん、重傷、そうだね。だからあれは、あんなことはだから予想はしてないだろうから、それでちょっと松本幸四郎阿久津犯人説はないかなと、うん、であと怪しいのは牧村正文&鳴沢真由美コンビ、あ、このお父さん、うん、お母さんね、うん、でもこれもないと思うんだよ。だからもうそうなると各県としかいないじゃん。だってお父さんお母さんだったらすごいね、またね、うん、それは結構ってなるね。でしかもここにいない人が真犯人っていうのは、うん、一番へえだからそれはないと思うんだよね。だもうこうなると各県としかいないんじゃないかと思うんだけど、まあ大友さんとかだとなんかそういう演技をできそうだからな。でも別にさ、牧村正文がね、うん、犯人でもあんま面白くないでしょ、まあね、最終的に。いや、だからそのなんかすごい事件がない限りね、うん、だからこうなると三輪しかないんじゃないかな。いや実はっつってほら、あの本人ここ なんちゃんが女ほらいなくなってる浜娘さん、うんうん、あ浜田岳演じる、そう、うん、東堂、だからそれ出てくると思うんですよ。出てくるの、だって生きてるんであればね。生きてんの、いや生きてるんであれば、だから生きてんの、いやわかんないまあでもわかんないですね、死んでるかもしれないしね、うん、生きてたら出てきてちょっとね、ああそんなってどうだってなるか、ちょっとだから面白いね。これやっぱこの黒岩勉さんだっけ、うん、脚本家、はい、なかなか週一ですよ、ね、週一、週一で見てたんだ。ああそうですか、うん、まあ連続ドラマ週一だもん、すごいです、見てるのがね、週一の週一でしたね、うん、そうでしたか。なんでね、これよくだからオリジナル脚本、原作があればさ、うん、まあね普通にすごいなと思うけど、うん、オリジナル脚本でよくここまで、そうですね、うん、素晴らしい、よくできてる、うん、いやこれはもちろん最後まで見終わってから言う意見なんだろうけど、確かに確かに、まあここまで引きずられてるのは、しかもまあコンターム一番面白かったっていうのは、まあ多分これだと思うんで、多分だから浦谷さんのね次の作品もちょっと気になりますね、うん、なりますね、すごくなる、うんうん、はい、はい、じゃあ毎週のご報告、近代一少年、近代一少年ね実はついね脱落しちゃった、ね、見過ごしちゃった。サマーズの番組見てて、うん、あこれ TVer で見りゃいいやってんで、うん、あの見逃しました。あそうです、だけど土曜日のだからこれ始まるまでに、その見ようかなと。でしかもそれトイレの花子さん編だったのよ。なるほど。でネット上でトイレの花子さん見てトイレ行けなくなったっていうなんか話題が結構盛り上がったんで、めっちゃ怖いんだね。怖いんじゃないかなと思って、うん、楽しみじゃん。予告編でもほら、道枝くんがキャーって言ってるのがね入ってて結構可愛いよね、あの叫び声、うん、だったんで、まあこれはあの今日木曜日だから、まあ土曜日までに、はい、TVer で近代少年事件簿を見ようかなと思ってます、うん、これあの1回だけ見ても見れる、あ全然別に、うん、いや前後編の時もあったけど、今回は確か1本だと思うんで、普通に、はい、
あの読み切りっていうか見切りで見ても見られると思います。はい、はい、もういよいよ終わりですね、はい、もう6月ももうだから、うん、しかし1年早いですね。早いですね。うん、もうあって回っちゃうね、今年も、はいはい、本当にということで、はい、本日は4月ドラマ、第9弾について、はい、お送りしました。いよいよ最終回とかも出てくるので、来週よろしければ。一周回ってさ、うん、高橋メアリー・ジュンが演じてる立脇 COO 犯人説もあるかもね。うん、まだわかんないね、うん、ちょっとね、まあ確かに消去でいくともこの2人しかいないような気がしますけど、はい、うん、じゃあその結論やいかにお楽しみにって感じですね。はい、はい、どうもありがとうございました。